和紙下町探偵団源さんです。スカイツリーを目指して歩け特定通り編第4弾です。今回で終わりにしたいけどね。まあ行ってみよう。ああここか。ここなんかね渋そうなんだよ。多分飲食店だと思うんだけど、まあいいや。琉球文化財指定こと定書なんか何が琉球文化財なんだろう。建物かな。とりあえずこの左側の小学校が琉球文化財らしいですよ。あれが水戸街道かな多分。なんかまた夜になってきちゃったけど、水戸街道まで出れればもうそろそろかなって感じはするけどね。あ、ここも不思議なんだよ。これ全然店っぽくないじゃん。光ってて見えないから。あ、でもそっか、料亭だからな。料亭ってあんま派手にしないよね。向島だもん。あ、そうだ、向島の料亭か。ちょっとでもオンボロすぎないか。あっちか。向こうが清志って店か。この看板は何、ほら、ここもかっこよくない？天ぷら、ほら。清志さんの道先案内人的な信号だ。すべて標識だ。標識？看板が。ここもかっこいいよ。ちょっと何、やっぱり向島料亭の類。向島ってさ、鍵盤通りがさ、やっぱすごい有名なイメージあるけど、ちょっと外れたこういうとこもいい店多いんだね。てか鍵盤通りってどっちだっけ。右前、ここもなんか良くない。これ普通の民家かな。またしてもお見えになってきました、スカイツリー。水戸街道を渡った。またしても細い道を歩いていくのだ。まあでも細い道になるよね。水戸街道から行くとなると大きな道というか細い道で突っ切っていくしかないもんね。でスカイツリーは、あったと。例によっても
う夜だね。なんかいつも最後夜になっちゃうんだよな。朝からやればいいのかな。こっからはまっすぐってわけにいかないか。ごちゃごちゃ歩くしかないね。手探りで。でもまあ、あんな大きく見えてるから、そんなに遠くないんで、あっという間だと思うのだ。あ、そういえばさっきの料亭が多かったところなんだけど、水戸海道へ渡る手前のね、あそこね、よくよく地図で見たらね、ちょっと左、西か、西へ行ったらもうね、鍵盤通りだった。だからまあちょっと、すぐ隣とは言わないけど、まあまあ近い。ここか、なんだっけ、北条中学だっけ、学校のとこ来た。ここ来たらどっちが近い、右と左、どっちか行っても変わんないか。左から行くか。ずっと上向いてるね。どこか、この辺から入っちゃえばいいかな。なにこれ、お店？民家？暗くて何て書いたかわかんないけど、民家っぽいな。なんか不思議だな。隣もよくわからない。この隣もよくわからない。みんなマンションかな？よくわからん。保育園なんだ。でも夜のが綺麗だからいいか。なんか毎日違う色のスカイツリーが見れる感じで、これはこれでちょっと楽しいかな。ここはどうだろう。
けなかった。行き止まりだ。どこ入れたんだ。直前にしてぐるぐる迷路状態。おお、出た。まあいいや、とりあえずこれでスカイツリー到着っていうことで。長かった。まっすぐスカイツリーまで歩くのだシリーズもこれにて完結。これでいいのだ。